ね、マキシンがね入らないということだったので、これは入らんな。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。入らなそう、結構慎重に入れないと入らないんだよね。マキシントラブル意外とあるな。まずは様子見ですね。クーツの場合ですね、マキシンが入らないって思った場合は結構厄介な場合が多いですので、かなり注意が必要だったりします。まずはね、ちょっと様子見です。やはりダメですね。おしどりがしっかりとマキシンを噛んでないんだな。こうなるとダメなんだよな。こういうのって意外とさ、バラして入れたら入ったりするんだよね。まあ、エライジャさんはご自分で作業する方なので、押し出を押しながら取るのは多分自分でやってると思います。それでもダメな場合、ムーブメントを外して、取り外して入れてみましょう。入った、ほらな。入った、ほら入ったでしょ。届いてねえんだよな、多分な。届いてないのよ。ってことでね、まあ今回は簡単な作業でした。とはいきません。そう、これからね、不可解なことが起こるんです。まずは組み直してみましょう。大丈夫そうですね。この状態では大丈夫そうなんです。きちんと入ってます。おお、いけるじゃん。今回は簡単だったんじゃない？ではね、裏蓋をきっちりと閉めていきましょう。よし。なんで？さっき鳴ってたじゃん。起きましたね。不可解なこと、裏蓋を閉めると抜けるんです。はあ、なんでと思って、もうね、この後わからないんですよ。要はまあ、おしどりが噛んでないってことでしょ。そう、裏蓋を開ければリューザー抜けないんですよ。また不思議でしょ。いやー、厄介ですね。こうなるとこの状態では、あ、抜けてるね。またね、抜けるときと抜けないときがあるんですよ。いや、非常に分かりづらい。どうなってんだろう。まあ探りに探って、相当に探りました。まあ分からなかったね。しかしながら活路を見出すことができたのは確かなんです。ではそれを見ていきましょう。とりあえずね、分からなかったので、ムーブメントをバラシにバラしまくりました。まあそこまでではないんですけど、輪列まで見えるところまでバラしました。輪列はバラしちゃうとね、ダメなんで。で、今見えました、この2枚目取り出した受けありますね、プレート、あれだったんです。
1枚目のね真ん中にあるドカーンと真ん中にあるのではなく下の方のプレートですね、あれがネックだったんです。何かどうなってるのとちょっと今加工してますが、もうここまでバラしにバラしまくってこの下までバラしましたからね。じゃあどうなってるの。では一体どういうことが起きていたのか拡大して見ていきましょう。まあいいか、この状態でね見ていくよ。プッシュがありますね。ここプッシュ、要はここでおしどりになります。おしどりですよっていうことですね。この辺でも見えるかな、ちょっとピントが合わない。プッシュが見えますね。プッシュというところはこれなんです。ここがおしどりなんだけど、この穴、この隙間です。もっと細いものじゃないとダメだな。見えるかな、ちょっとまあ見えづらいんだけど、多分ねこのプッシュって書いてるから、こっちをこの金具のところですね、これを押しちゃったっぽいんだよね。だからこの金具は押さえになっていて、でこの押さえが曲がっていたんだよ。曲がっていたがためにおしどりがね押さえられないっていうことが起きてました。だからこのねこのプレート1枚外してまた2枚目も外して、そうするともうね下はもう輪列が見えてきちゃってた、相当に厄介。これ非常に厄介ですから気をつけてください。ここはねこの銀銀のところ、今これ触ってるところはね、これはね押さえなんだよ。でこの下、この横ね、この横、この横がおしどりになっていて、これを押さないとダメなんだよ。この中の奥のこの奥に見えるこういう感じで押さないと多分外れてこないんだよね。だからこれが曲がってしまっていたっていうことなんだよね。でまあクォーツの場合、これは特にスピーカーがついてますから、アラーム時計ですから、こうやってねバネがいくつもあるんですよ。バネがこういう風にあっていて、裏蓋と接触させるんです。そうするとその接触させられた分、先ほどのおしどり、なんでじゃあね裏蓋を閉めた時にだけ抜けたかというと、これを押すんだよね。裏蓋がムーブメントを押すんだよ。押した際にあれだね、要はムーブメントがきちんとこの装着された時に押さえが効かなくなるということになるんだね、きっとね。大丈夫でしょ、ほら。ではどういうふうなことが起きていたか、先ほどのね映像を見た通り、おしどりがあって、その隣が要は曲がっていた、第1枚目のプレートですね。第1枚目のプレート、こっち側がムーブメントになっていて、こっちが文字盤ですね。文字盤側で、こっちがね裏蓋です。見えないな。でプレート1枚外しました。このプレート1枚外す、で2枚目のプレートも外します。2枚目のプレートがこのおしどり、ちょっと拡大すると、まあいいか。でこのさらに下にあれですね、輪列やらいっぱい、このコイルだとかがいっぱいありますから、これがこの2枚目のプレートがこれを裏蓋を押さえているような形になってるんですよ。拡大しますね。ちょっと拡大すると、先ほどの2枚目のプレートだと思ってください。2枚目、薄くね、うん、わあ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 、
2枚目、2枚目のこのプレートはこういう風にしてお尻を押さえる風に曲がってるんですよ。でこの曲がりがこういう風に曲がっていたの、要はこういう風に曲がらなきゃダメなの。分かりづらいね。こうなってたの、本当はこうじゃないとダメなのにっていうことなんですよ。だから裏蓋を閉めた時、バネやらいっぱいあるんですよ。アラーム時計ですから裏蓋に接触させます。接触させるための接触ポイントがいくつかあって、この1枚目のプレートの上にこういうふうにバネがこういっぱいついてるんですよね。いろんなバネがで、これでこうなんていうのムーブメント と、裏蓋をこう接触させるようにする。そうした場合に、なんでじゃあ裏蓋を閉めた時に抜けたかというと、これが抑え込まれるから、この曲がっていたのがこういう風に起きてくるんだよね。わかる？ここにこういう風におしどりがあって、ここにマキシンがあるから、違う、おしどりがあってマキシンがあるでしょ。だからこれが押されることによって、これがこっち側にずれてくるんだよね、裏蓋を閉めると。そうするとこのおしどりを押さえることができなくて、そのまま抜けてしまうということなんだよ、ことが起きてたの。分かんなかったね。動画ではね、すげえあれだよ、動画ではすごくパパパッとできてるけど、めちゃくちゃ悩んだね。あれ全部バラしたの全部バラしたからね、全部バラして、であれだよ、全部バラした上に輪列まで出てきたからね、うーわやべえと思って。でクォーツの場合さ、輪列とかさ見えるともうすごいのよ、もうすごい厄介ですから。輪列がプラスチックなんだよ、だからねすごい細いの気使うの、うわやべえと思って、これできねえかもしんねえと思ってさまあそういうことが起きるから、ねすごく気をつけてください、本当に気をつけて、クォーツの場合で。今何をしたかというと、あれを曲げたんだよね。こういうってなってたものをこういうふうに曲げたんですよ、クイッと曲げたので、まあ今みたいにきちんと収まってるというのが形です。でやっぱりね、分かりづらい、おしどりがね分かりづらい。それはさ、あそこのギンギンのところ、まあね巻き戻してみてみて、先ほどねちゃんとムーブメントでを使って説明したけど、あのギンギンのところを押したくなるじゃん、あのギンギンは押さえてるところだから、あそこ押しちゃダメなんだよ。その隣の奥深くの穴のところがおしどりだから、そこを押さないとダメだったんだねっていうことになるね。だからまあ、非常にこの厄介というか、分かりづらい、でもね分かりづらい、でもね注意してください。これでまあ分かったと思うけど、クォーツの場合、ムーブメント、クォーツムーブメントの場合、非常に繊細です。機械式より繊細なんだよ、非常に繊細ですから、本当に気をつけないと一発で動かなくなります。で気をつけなきゃダメなのはコイルだとか、コイルも非常に細いラインがついてます。こういうふうにね、クォーツ場合のこういうクォーツの場合、こうコイルがあって、コイルでもって電気を起こしますから、こういうコイルがねあるじゃないですか。でこんな感じかな、でこんな感じで、ここにこういうふうにこうプレートがあって、こういうふうにあるんですよ、プレートがあって、でこのプレートを止めてるんだよね。でよーく見るとコイルからラインが出てます、こういうふうにめちゃくちゃ細いラインが出てますから、これは絶対に切らないでください。これねよく切るんだよ、これね本当によく切るの。別に切ろうと思って切らなくても切れるんです。例えば、まあ、これは一体になってるんだけど、ピスここについてて、この上にまあねプレートとか、さっきもプレートとかありましたけど、これをこうピスを共用してるんですよね、以上共用してる場合があります。でここに例えばねラインがあるとするじゃん、コイルからのラインがあるとするでしょ。これね、ここのビスを外してる時に、やってる人分かると思うけど、精密のレバーって走るんですよ、パキンと走るんだよね、こうやってる時にピュンってこうずれたりするんだよね、ずんとずれるんだよ、こう精密レバーが丸くなってたりするとね走ります。その走った時にやるんだよ、
パーンって切るんだよ。そうするともう動かないですから。非常に細い線、ほんと細いよこれ、すごい細いよ。だからね、もうね、あの一回走ったと思ったらうわやべえと思って注意してみてください。きっちり切れてないかどうかを確認する。これでこうやってね必死にね。でまたさ、肉眼じゃ分からんのよ。一回ぐらいパンパン走っただけであやべえと思うぐらいで大丈夫でしょと思ってるのがね、大丈夫じゃなかったりします。意外とその重大なその欠陥を招く恐れがありますので、クォーツの場合非常にね注意してください。今回みたいにねうまくいけばいいですけど、バラす際組む際非常に注意してください。で輪列がね、特にねあのクォーツの場合あのプラスチックで作ってあったりしますから、そうするとあれなんだよね、なんていうのかな、輪列が弱いのよ。歯車一つずつが弱いんです。だからもうね、歯車一つずつが弱い上に歯車がやたら多い。もう一旦バラすともう絶対わかんないってなります。だから輪列まで外しちゃったと思ったらもうね、写真に収めておくか画像に収めておくか、バラすあのずらさないこう受けを、今回もねもうあの輪列まで行っちゃったんだよね。やべえと思って分かんなかったから、輪列まで行ってうわーと思ってこのままずらさない、ずらさないで押し取りとかマキシン関係を組み直して静かに戻すこれしかない。もう一旦もうねこうバラバラになると分かんなくなるから、本当に分かんなくなります。もう本当に分かんなくなるからね、気をつけてください。クォーツをやる方はそこの2点ですね、注意してください。で今回みたいに ねクォーツでおしどりを入れるのを失敗すると結構厄介です、うん、こうやってあのねダメになるパターンが結構あって、特にね中華製がね多いですね、うん、中華製はダメになるね、一発でダメになる時があるから、あれ抜く時がダメなんだろうなきっとな、何回も俺もあるんですけどね。で一発で入らなかったらやべえと思ってください。いや入らねえと思ってください、うん、その辺がね厄介です。クォーツの場合特にね、うん、厄介ですのでね注意してください。まあ、なんとかね復活できましたけど、なんとかねできた、うん、かっこいいねかっけえと思って、こんなのもあんだ、いやかっこいいなと思って、いやでもねうまいことできたから時間は合ってるな、大丈夫だ、待ってる。ちょっと少し稼働テストをしてね、依頼者さんにお返しましょう、ってことでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。クォーツはね、特に気をつけて、下手したらね、買った方が安い場合がありますからね、クォーツの場合ね。まあ、ジャンク品を買ってこうやって直すのもね、楽しみの一つではありますけどね、気をつけてください。やる人はちょっと参考にしてもらってください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。